真剣者はは自分だけではない最初から返さないつもりで連れ帰った場合には実施誘拐という言い方もできますがこういう価値の判断に基づけば誘拐罪にす <music> 福浦愛さんの行為が未成年者誘拐罪に当たるかどうかの点ですけれども、まあ、いろんなケースがあり得るかと思います。 誘拐罪にあたる可能性があるケースを先に申し上げましょうね。参考となる福岡地裁の判例があります令和3年8月5日付の裁判例で実のお父さんがいて子供がいるとで実のお母さんがいるとで、まあ、別居中ですと。4歳のお子さんは母親に看護されている状態だったと。 お父さんの側は4歳のお子さんと会いたいので面会交流の調停の申し立てをしていたそういう状況でしたとまあ、面会交流をま代理人の弁護士を通してま申し入れをしていたんだと思いますある日のお昼から3時間面会交流をさせてあげましょうということで多分母親側のおじいちゃんだと思うんですけど、えー、が4歳のお子さんを連れて行ってで約束通り うん、お父さん側に引き渡したとこの時にですね既にお父さんとしては3時間後の午後3時に返しますというふうに約束をしてお子さんを連れ帰ったんですが最初からこのお父さんは約束通りこのお子さんをお母さん側に返すつもりがもともとなかったと。 これがあの未成年者誘拐罪に当たるということで、まあ逮捕を起訴されたわけですね。こういう事案について、福岡地方裁判所は未成年者誘拐罪にあたると有罪判決をしました。で、これがまあ参考になるんですよね。本件に当てはめると、福原さん側が2022年の7月に前提としては、お子さん2人とも台湾のお父さんのもとで看護されていると、そういう状態で夏休みだけ。 福原愛さんお母さん側に引き渡してそしてお母さんと一緒に過ごすと夏休みが終わったらお子さんを返すとそういう約束でもって台湾に福原さんが行かれてそして長男の方を引き取ってで日本に帰ってきたとでところが理由は分かりませんけども夏休みが終わってもお子さんを返さなかったそれでまあお父さん側は冗談じゃないということでその後のトラブルに発展したわけですが。 このケースでですね仮にですよ福原さんの側がもう最初から一旦日本に連れ帰ったら返さないというつもりで台湾に行って夏休み終わったら返しますよというふうに嘘をついて連れ帰ったという事情であれば福岡地裁の裁判例に従うと誘拐罪に該当するとこの福岡地裁の判断自体はこれは正当だと思いますこれは実施誘拐といいう言い方もできますが自分のお子さんであっても親権者は自分だけではない。 相手の親権も十分尊重しななきゃいけないけそれを双方がですね特にこの福原、うん、さん国際結婚をして台湾は離婚後も共同親権この離婚後も離婚後も共同親権という法制度は極めて合理的で日本が離婚後単独親権としているのは極めて不合理で非人間的なとんでもない間違った制度なんですけど今拠は少なくとも台湾で夫婦生活を 営んでいた二人が離婚したわけですから台湾の法律に基づいてどういう看護をするかとかね決めていくわけですこの場合にお母さんも親権者だしお父さんも親権者であるという状態で約束事を破って相手の親権を侵害するような行為これは絶対に許されないわけですもし最初から返さないつもりで連れ帰った場合にはこれは誘拐罪に当たるでしょう不公価地裁の判断に基づけば誘拐罪に該当すると ところが福原さんがですね最初は約束通り返すつもりだったんだけれども日本に帰ってきてお子さんと一緒に過ごすうちにどうしても台湾に返したくなくなったと連れて帰った後で気が変わって返すつもりがなくなったというのであれば少なくとも私の考えるところによると誘拐罪は成立しないだろうと思います。 いいか悪いかであればとんでもなく悪いことなんですけどね約束に従って返さなきゃいけない返さないということは元夫で父親側の親権を害することになりますからこんなことをしては絶対にいけないわけですがいけないということと犯罪が成立することは別問題ですからね返さないということは違法なんですがしかし誘拐罪が成立するかといえばその場合には成立しないと思われますどっちもね親権を害することに違いないじゃないですか というふうにおっしゃるかもしれませんが罪刑法定主義ってご存知でしょうか罪刑法定主義というのは犯罪事実がもともと 法律で決まっていてていそれに違反したら初めて犯罪になもともと決まってないものについては犯罪として処罰してはいけない人間っていうのは予測可能性がものすすごく大事なんです予測可能性っていうのはこういうことやったら犯罪になるけどこれは犯罪にならないよねっていうことをみんなそれぞれ判断していろんな行動をする時にチラッとは考えてるんですよ例えば歩いてて店先に物が並んでいてこれを取ったら窃盗罪ですよね。ででもそれは刑法で決まっているから窃盗罪なんです これをしたら犯罪に当たるんだっていうことを予測できなければ我々は恐ろしくて行動できないわけです中国みたいにですね何をしたらスパイになるかわからないようなそんな状況で中国の 国国内を外国人がが歩いいてたらすごい危ななくししょうがないでしょうで何でもこじつけてスパイ罪とされてるような国こんなとこでは活動できませんって話なんですけど少なくとも日本では財形法定主義がきちんとしてますから明確に法律の条文で書いてあることこれだけが犯罪ですよそのことを我々は予測可能性といってでこれが大変大事だ法律も言葉で書いてありますから誘拐しちゃいけないよって書いてある。 誘拐って何でしょうねって考えた時に誘拐といえば誘って騙して人をどっかに連れてくるっていうような言葉の意味があるでしょ誘拐という行為だというためには最初から騙してこの人をこっち側に移動する場所的な移動を伴う概念が誘拐だと思われるんですよ。台湾から日本に連れてくるというその場所的な移動がある時にこの時にそもそも犯罪の行為。 騙してて連れいっちゃううぞぞともうここには返さないぞ父親の親権を害することになるけども構わないやその犯罪の行為が場所的な移動を行うときになきゃダメだとて。一旦連れ帰ってきて気が変わって返すのやめたっていうそういう行為はこれを誘拐罪に問うことはできないと一点疑問があるのは日本に連れ帰って日本の自宅に置いているんですけども返すのが嫌になったから父親側に分からない場所に移動しちゃおうっていう時ですね。 父親側に分かる場所に置いとくと何らかの法的な手続きでもって父親に取り返されてしまうから父親に分からない場所お子さんを移動して事実上その連れ帰られないようにしてしまおうという行為はどうなんだろうとう一応疑問はありますとこれは私の考えですけどもまあ一旦現時点では母親側のまあお子さん管理下事実上の管理下にありますのでその管理下の中で 移動させる分は誘拐という概念には当たらないんじゃないかなというふうに私は思っていますしかしこれはあ警察なりあるいは裁判所がどう考えるかそういう問題がありますここで一個問題があって台湾にいる父親父親の側から見れば福原愛さん実はあの時最初から返すつもりなかったでしょうていうふうに思うかもしれないしかしこれを立証するのはそう簡単ではないですおそらく福原さんが日本に連れ帰って 日本で一緒に交流しているうちにどうしても返,り返したくなくなっただけなんだという主張をするでしょうからそれを覆すのは証拠上そんなに簡単なことではないと例えば福原さんが友人とメールのやり取りをしていて今度台湾に行ってあの長男を連れて帰ってくるけど結局返すつもりはないんだよねみたいなそういったメールのやり取りなどの証拠があれば別ですそういう客観的証拠がなければ簡単にはその部分は立件しにくいのかなと。 いいうふうふに思いますチャンネル登録、高評価していただけると励みになります。